お疲れちゃん、スラです。今日はですね、こちらラバルエルジーやっていきますということで、ちょっとこうなんか昨日の夜かな、なんかテンゴットですね、元チームメイトのテンゴットとなんか軽くねクラロワの話して、このデッキ強えからみたいなんとかでこう遊んだりしてたんですよ。でその時ジャイバルーンを使ってたんですよ。なんですけども鬼弱くて、ジャイバルーンマジでセンスないからと思って勝手に改良して、はい、エレジャイラバルになっちまいました。というわけで、ちょっとやっていこうかな。で、どうしようかな。まあ、エレジャイでも攻めれるし、なんだ、バルーンでも攻めれるし、ラバでも攻めれるよと。まあ、攻め方が豊富っていうのがね、まあ、このデッキの強みですね。はい。まあ、守りはね、だいぶ渋いんですけど、なんとかなるかなと思いたい。さあまあこれはロケットを打ってもらって、はいって感じっすね。まあ2倍タイム3倍タイムからですから、このデッキの強みは間違いなく。でもラバルのどうしようか、ラバルで攻めるのもありだし、ラバエレジャーみたいな攻め方もできるし、アーマーティーでちょっと嫌っすね。さあでガゴはね、意外とこのゴブリンバレルの防衛にね強くなったので、いやーいらねえやなめしたかな。耐えましょう。まあ相手のね大砲ですね。だからラバルラバルで大砲使ってくれると、もうこっちはエレジャイかっ飛ばすだけなんですけど、ちょっとエレジャイを持ってるのをバラしちゃったので、そこがちょっとだけ苦しい部分ではある。よいしょ。さあまあ一旦ね適当に耐えましてですよ。逆サインとかねマイティプラスのみたいな来るとは嫌なんですけど、さあダクネから入っちゃおう。いや僕はねもう正直右を攻めたいんですよね。頑張れ。これめっちゃいいですね、この防衛。あでも相手のこの攻めもうまい。これプリンがバルーンに当たるな。お当たってないからマジきついぞ。エレジャイ追加だったかな、正解は。でマイティの爆破か。さあでも流れがねちょっと良くなったのかな。適当に守って、まあ一旦マジバルーンなんかね結構飛ばし毒な。でここはもうロケも使ってくれるコストがなくてみたいなね。一言で言うとおちんぱんどちんぱんです。はい。勝てればいいですから、何でもよしよし。まあみたいな、ちょっとエレジャイね取っといた方がいいかもね。このね施設枯渇になるのかな、やっぱラバルでインフェとかテスラとかボムタワーとかを使わしてからの単体エルジャイバチコンっていうのがめちゃくちゃ刺さるんで、ラバルエルジャイなたまに使うとマジでおもろいんですよね。さあゴゴティさんはファルチェとかがいるんですよね。ファルチェちょっと特殊なバルーンみたいな感じなので、マジどうしようかな。あ打ってくれたのでかい。ラバーをワンチャン出さないぐらいの覚悟がいる。いやこれシャシャリです。これやばいなマジで、チンパンの極みだけど。おでも頑張れる、結構入ってる。あとインドラがいるんですよ、残念なことになんですけど、エレキがいるっていう、このラバデッキにエレキがいるっていう、マジ謎なことによってちょっと戦えるこれやばいよな。いやこれマジ5コスバリアンありだな。パルチェ出てきたらもう萎えるけど、トルネじゃない？いやまして、5コスバリアン行って、よし、パピーがバルキリーを頑張って処理して、あ遅れてトルネか。ああこれトルネで、ああよし、ガゴ追加ついてね、金起動したかったと思うんですけど、これによってもう一発落とせなあ。これはやばい、ガチででかい。いやマジドチンパンゴリ刺さってんぞ。いやでもマジ守れないんで、僕トルネザップでガゴとかね、今みたいにいかれるってなるとどうしよう。マジ一旦落とすか、暇だし。暇なんだ。いやエレキいいっすね。エレキまあとりあえずこれするしかない。いやパンチいってえなこのゲーム。いやまあ耐えるの大事、耐えるのが大事。あーでファルチか。いや相手も対空やばいっすねマシマシにも程がある。お互い対空しかいないみたいなデッキしてる。うわぁ渋あんなに頑張ったのに何だったんっていう、マジだいぶ渋いっすよねこれ。せっかく1本折ったんだけどな大クイーンとしか入れんだもん、どうしようってなるよ。いやこの場面でも美味しいな。いやマジできつい。トレン使ってくんねえかな、エリジメに。ああインドトルネバルーン避けろ、避けてよやばいバルチェが強すぎて、なんか最近なんでバルチェなんか引くのいねえのに。うわー降ってきた。なんだいやー渋っ。なんで耐えてうおー耐えたんだけどマジおいふざけんなよ、ファルチ野郎がマジでやべえ。行くしかない。ファルチがいるとかね、構ってらんないっすから。インドラニョキニョキニョキ。ぬでしょうね。はい香ってました。はいこれな、なんか LJ をね最初に刺さったんですけどね、やばいねあれ。ラバ使ってる人あんなん当たったら多分クラロやめるっすよねって思ったら、ルーベンさあ来ましたね。元世界チャンピオン元とか言って、まあ今もバリバリうまいですけどね。さあディガゴブ、まあもう流行りのね迫撃のみたいなやつでしょうですよね。こういうのを待ってたあんな泣いちゃうようなデッキやすもん。よいしょ。さあこれマジエレジャイきついからな。違う、LJ バルーンがきついからな、これ相手のデッキ。圧着しかいねえから。これでもうバルーンつけたら、相手ポイズンボーイしかないのよ。今、反撃で1枚でしょ。いや、これカウンター来るかな、えぐいぐらい。でも、対空ないんですよ、これで。で、その代わり、ギガーゴブリンとか、そういうのがね、来るんですよ。はい。ほい。もう一発落とせるぞ。あ、これでやっぱ序盤強えな。序盤だけこっから鬼まくりあるかな。いや、でもよ。でもよ。あ、まあ、負け筋圧着いいっすね。勝ち筋も圧着いい。ここでノーシーラバーとか出しちゃうと逆サイ圧着いいからのーみたいなのがあるんで、一旦ダックプリにしちゃう。ノーシーラバーでよかったかな。いや、LJ でいいや。まじ圧着いいは LJ に対してね。真正面合わせられるとやっぱそこまでなんで、まあ、ラバは一旦これで逆サイ多分来るんですよね、普通。ああ、確実にね。あ、てか圧着に使ったんだからさ、もうガゴ使ってポイズンもない。これ守れんのかな。ああ、守るんですよね、そりゃ。あ、でもさすがにこれなんか跡があるんで、もうこんなんもういけいけほいほい、よいしょ。LJ 止まらんやろこれ。ワープいいか。うめえな、なんかここへまた香ってんな、だいぶ。絶対相性いいから俺の方が。あちゃぐい使っただろ、もうあちゃぐい使っただろ、絶対きついだろ。きついって言えよ、無理すんだよ、そんな。おい、さあ元世界チャンピオンでも守れないよと。いや、これモハメドライドとか引きたいな、刺さりそうだもんな。これ、いや、なんかうまいプレイヤーというか、こうテンプレデッキ、高回転テンプレを使いこなすプレイヤーにほど刺さりやすいっていうやつっすよね。こういうデッキを守れるようなシステムになってないですからね。うわ、ダークライだ。ダークライ。懐かしい。パルキア対ディアルガ対ダークライやん。圧倒的ディアルガかっこいいっすけどね。やってたのはあっちっすけど。パール。うわ、これどうしよう。パールだっけ、あれなんだっけ、忘れてもうたな。ポケモン懐かしすぎて。俺のポケモンはもうダイヤモンドパールで止まってる。パールか。さあ行きますか。でも行くメリットもねあんまないんですけど、行かないのも行かないで辛いで、相手が待ってくるんで、もうゴレかエレジャイかラバーとかなんですよ。何してもきついやん。行け。迷うな、もう。まあゴレか、まあ、ワンチャンのインドラのランバルとかもあるんですよ。ゴレかな、もうゴレですみたいな。暗黒の神ゴーレム、ゴーレムってなる俺の目的に。さあゴーレム来た。これエリババだったら励ますね、だいぶだいぶ。エレジャイってね、ゴレには強いんですけど、エリババには弱いんですよね。あ、でも、ダックプリランバーだからエリババいないパターンだ。熱いな、それ。頑張れ。もう一回。男の許容からのトルネードいきます。なので引っ張ってもらって相手のトルネードを利用しての強いってあれだろう。うわえあいつ何つけてるの。こんな速さ対決。うわーエリポンはやばい。耐えることでも相手も耐えるエリポンですよ。終わったな。ルード強制しよう。やべ。もう守ってたらちょっと勝てないんで。ランバ来ないで。マジで。やばい。醜い。やばい。トルネードやばいって。だってよもう無理だ。もう守れねえぞ俺。あこれこんなんばっかだ。さっきからこんなんばっかだ。あとちょっとがねリガーとか欲しくなっちゃうな。リガーぶち込むかなんとなくに。ダクネがね正直いらないんですよね。まあフェニックスにするとかもあるんですけど、まあ一旦ねてんちゃんに怒られちゃうから。買いすぎやろボケーって。最後が最後の最後ですね。一本ポッキリ折っちゃって2本目折っちゃってやばい。さあマジアチオールブレイカーの立ち回りっすね。この初手ディガオールブレイカーはもうこんなんねどうだろうな。なんとかなるかな。マジアチやばいっすね。なんで1倍タイムで決着つけたい俺からしたら。いやーエレジアリラバの方がいいっすね。そして気づいた。相手ボムタワーだと思うんで。うわーしゃれてんな話。でもコムに残ってる。これさすがにやったんじゃないさすがにやったんじゃないお兄さん。お兄さん防衛。ああいい攻め。でもああめっちゃいい攻めやこの最後の。おでもなんかダックプリが天才。よしあれやばいね。トルネからなんだよ。コウモリ1匹乗ってたんだ。そうで施設多分ボムだと思うんだがエレジャイだからねあんま刺さんないんだよな。おまあびっくりっすよね。まあここはでもそんなに損はしてない。うわ手慣れた。これはもう俺は27を捨てる覚悟を持たないといけない。27は捨てません。1020ですね。あとマジアチャっすよね。やばいんだろ。トルネ絶対使う。やマジで何がどうなってんのっていう感じ。あでもトトントトンやらめ使ったんで、うっマジアチャはエレキ、おい気持ちいい、こういうデッキですよ本当に勝てます。そこそこに強いからなこれ、冗談抜きで。ということでこちらラバルエリジー、皆さんもねやってみてください。大塚ちゃんです。